はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。インサガというわけで、インペリアルサガは、ちょっと久しぶりなんですけど、やっていきたいと思います。なぜ私がこのインペリアルサガを久しぶりにやるかというと、まあやるってかやってはいるんですよね。ログインはし続けてますよ。うん。ああ、やっぱこれ画面サイズこうなるんだな。しくった。完全にしくった。微妙に。まあそういうことなんですよ。まあサルーインが 30% で出るとは。出るんですよ。サルーインを手に入れるチャンス、この日に全力で今まで貯めてきたクラウンをぶつけていきたいと思います。この微妙にこのね、画面サイズがずれてる感じがするのはとても気持ちが悪いんですけど、とても気持ちが悪いんですけど、まあ、こんな感じでいこうか。これで俺はここでサルーインが引けたらっていうなんか死亡フラグじゃないが、まあ、とりあえずガチャやっていこうか、まあ、ちょっとねせっかくなんでいろいろなガチャを回していこうじゃないか。本題ね、ちょっとねいきなり本題に入るのもなんかちょっとね怖いというかあれなんで、とりあえずまずこの名声ガチャとかもついでに回してみて、我が元に集え。何もないね。誰が来てもいい。って言いたいんだけど、これ一回あれだね、人数があれなんですけど、まあたまにはねこうちょっとねいろいろやっていきたいよね。でだなんか変わっいろいろ変わったんですよね。ロール取得とかが増えたりっていうか、ロールという概念を私は全然知らない。ちょこちょこ変わったんですけど、アビスバトルとか、まあ言うてアビスバトルは私みたいなねやっちゃダメなやつですね、っていうか絶対見ないやつ。では前からあるけど、そう、とりあえず術回避発動装備作成というかあれだよね。今いくつだっけ、グレード5まで上がったんですよね、こっちが。それを開けてとりあえずまだいっぱい食べさせていきましょう。まあ多分もう結構5ぐらいまで来ると上がらないですよね。これって、そういえば、家臣の最大人数、なんか、増やせるのもなんかあったような気がするんだけどね。いいか、ああ、これあれか、一回皇帝にしてたもんいいかとか。まあ、戦士も、ね、一応無駄にはならない。次ミュース様が届く
なっちゃう。基本的にやっぱり戦士以下はいらないかなっていう考え方なんだけど、それで合ってるかな。まあなんか部隊数とか随分増えたっぽいんでね、全然まあ把握してないっていうちょっと問題あるんだけど、いいですよ。そうてかまあ全然上がらないね、これね。びっくりするぐらい上がらないね。これ大変ですね、上げてね。頑張っていかないとね。じゃあ多分こっちより先に術あれかな、術の方上げた方がいいかもしれない。なんで、まあ、とりあえずまだまだ回していくよ。我が元に集え。あったよね。やっぱ基本的に名声ガチャは出ないね。よくて戦士までかなって感じが。まあそれそうかって。でロリロリン。あれか、なんだっけな、引退をするとってやつだった。引退させると増えるんだっけ。そういえば、あ違うな、引退はあれか、これがもらえるんだね。うん、おなんや、いや放送やなくてなんやって。なんかあったよね確か。するみたいなのがあったような気がするんだけど、まあまあまあ。で技強化のところは確か変わらないんでね。ここは基本的にはもうそういうものやねんな。施設の強化はできないんでね。ここはね、あとは施設の強化できるのが術の強化。3だからまだ上がるね。エンリケ、エリュ、ギューシアナッサ、フリッツとかね、結構あれだよね。なんか皇帝によくなってたよね。でもやっぱなんか格闘家といえばね、なぜかねダイナマイトが好きでね、ダイナマイトをなんかしたいみたいな。やってましたね、昔ね。懐かしい。結構あれだね。てかやっぱ枠が足りないな、全然。これあれだけど、もあれなのかな、なんか舞台とかに入れてると違うとか。いや関係ないか、それ関係ないな。持ってる家臣の数変わらんからな。まあチャットでいきますか、チャッチャとね。我が元に集え。まあ、すごいな、戦士すら来ないんだけど。こんなもんかな。あったような気がするんだけど、なんだっけ、忘れたから。ここでやるんだっけな、全然覚えてない。
まだまだ。ちょっと当たりが欲しいよね、こっちさん。我が元に集え。戦士すら来ないな。こんなもんなのかな。なんかたまに戦士いたりとかいるだけいてね、まあここで負けちゃうみたいなパターンは結構あったんですけど、一回やらなあかん感じが、まあでもまあね、切な曲はしたいからいいんだけどね。じゃあそのロール取得ってもしかしてそこを切曲とかあんのかな、ちょっと見てみよう。これ一回も見てないんだよね。ガマバスコダガマですね。ハーバートデデイダメイヤ、あ、来た、ダイナマイト、ダイナマイト、オライオン、懐かしいな。オセイ、ジェシカ、ウィンレイ、フヨウ、アリエス、あー失礼しました失礼しました。いってらっしゃい。なんかあるね、フラグあるね、フラグがやはり。ってことはサルーインも弾けるんじゃないかってね、こうやって言ってもね。ロール強化施設覗いてみる。ショップで増やす、増やすんだっけかな、なんかあったよね。課金だったっけ。ででん、いいね、この曲好きだよ。ここではロールポイントを使用して、ロールの出動習得やレベルアップができるんだ。ロールポイントって。ロールポイント。ロールポイント。ロールポイントなんて絶対持ってないよな、ね、まあ。とりあえず一回出よう。とかだった気がすんだよな。ですよですよ。ショップだったっけ、拡張するのは。なんかそう、クラウンを消費して、なんか拡張するみたいなのがあった気がすんだよな。これか？家臣の上限が増えるよ、360か。これですね。ありましたね。まあ、とりあえず、クラウンは、まずレアガチャに使いたいんで、その後ですね。順序があれだけど。さあ、ラスト、我が元に集え！最後までなんもなかったな。まあ、ほんとそんなもんなんだね。さあ、ぼちぼち、本題に行きますよ。あ、こちら、ちょ。さて、まず今日だ。あと確かなんか、チケットみたいのもなんか持ってた気がするんで、それも試したのかな。フィリップ、ユノー、キャット、懐かしいキャット、カテリーナ、ラファエル、アイリス、演劇、ネルバ、ライブラ、マハン。なんか武装小戦団がよく来るな。よんよ。そういうわけで、チケッツ行こうか、チケッツ。チケッツだよ、チケッツ。さあ、で、何が出るかな？なんかもね、もらってたはずなんで。さて、あるね。もう結構溜まってるじゃないですか。こっちが4、皇帝が出るよ。我が元に集え。皇帝 4%。ここで皇帝引いちゃうと
ああ、まあまあ。ああかっこいいやつなんで。うわ、おばあちゃん。ニーナ。あんま知らない人でした。我が元に集え。まあここでね、あんまりいいとこ引いちゃうとね、サルーインが引けない気がするから、まあいいと言えばいいんだよね。あ、白バラ、白バラ。我が元に集え。なんか、なんか、ああ、すげえ、まだ居残ってたわ。誰だ、あんた。人間女。そっか。人間女って言ってすごい表現出ちゃったけど、人間女。だから、差が増えたんだよね。我が元に集え。うわあ、誰一人来なかったな。まあ、いっか。正直すらされなかったね。別にね。アルカイザーじゃないか。アルカイザー変身。というわけで、何一つ得るものはなかったな。ああ、まだあったわ。ラストだった。ああ、違うか。びっくりした。ここの表記から違って、ね。ないんで、消費が1枚だから。さあ、じゃあ行こうか、本題に。まあ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 、鳴らすとしてはいいんじゃない?さあ、行くぜ、レアガチャ。ここや、ここは。さあ、行くぜ。これはさ、やっぱり11回でさ、これだよね。3600。いけ!いるのか?サルーイン、いるのか?いるのか?いねえ、いなくね?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 サルーイン。いねえな。いねえ、いねえ、いねえ。いねえな。お、でもなんか、とりあえず皇帝1人してたんじゃないか?うん、誰か皇帝1枚引いたな。サルーイン1枚。お、誰だあんた。ジニー。あんま知らない人やったわ。あー、でも結構弾けてんな。ハーマン、いいね、ハーマン。で、まあ、ブラックの方が好きだけどね。僕で。まあとか言って、まずサルーイン1枚。てか、ほんとに覚醒まで行ったいんだよ。あー、そっかそっか。ごめんなさい。ごめんなさい。てか、あれ、これ、超えても大丈夫なんだ。あー、じゃあ無理して、あれだったのか。じゃあもう一回弾けるってこと?あ、いけるんだね。じゃあ行きますよ。我が元に集え!てか、サルーイン。サルーイン、いなくね?いなくね?いないぞ、いないぞ、ちょっと。4% 引いた上でその 30%、4%。で、てかまた今回やばくないかこれさ、なんか何もいなくない？戦士ぐらいしかいなくないか。ああ、いたいた。グレタね、うん、サファイア。うん、あざみちゃんとかね、いたよね。はい。ああ、こういうシステムに変わってたんです。知らない。やばいぞ。やばいぞ。引けないのか。一枚は最低欲しいんだけどな。頼む。本当は覚醒まで行きたいんだ、俺は。どうなんだ、いるのか、いるのか、サルイン。いなくね。いないな。いないぞ、いないぞ。やばいぞ、まずいぞ、まずいぞ、これは。まずいぞ。まずいぞ、まずいぞ。あーれ、ミカドが。まあ、サルイン以外は引いてもってのもあるんだけど。まずいな。てか、あと一回しか引けねえ。やべえ。やべえ。ラストやん、次が。ハセ。頼むぞー。頼む。引いてくれ。引いてくれ。ちょっと待って、これ、ちょっと願掛けしていいかな。やっぱ上限がマックスとかだとちょっと良くないと思うんだよね。まあ、上限がマックス、日本語がやべえ。日本語がやばいんだけど。新しいミッションを達成した。あ、ほんとに。なんかあれかな。ガチャのやつ?誰だ?パパパパ実績の子だね。どれ?何を達成したの?
何を達成したのか全然わからねえ。コンバットやってないし、デイリー、お前はデイリー禁止じゃ。わからん。オケだろ。クラウン20。なんか大したもんやなかった。とりあえず、あー、またじゃないって。ちゃう。よう間違うな。術。とりあえずぶち込んでいこうぜ。割と戦士とかだから、結構グレードは上げられるんじゃないかな。エッジ、ジョン、演技系、どんだけ演技系もね。レナ、クリームヒル。はあ、さよならニーナさん。まあ一応これね、脳天割りとかの状態異常系はね、ってのあったんだけど、スローバラ。まあいや、そこは多分オードも誰かしらもいない。あ、なんかこれ多分イベント特攻なんだよね、この猫のマーク知らなかったんだよね。人間女。意外と強くね、なんかみたいな。銃使いなんだね。アルカイザー。エイリーク。あ、てかもういっぱいや。いいですよ、いってらっしゃい。拡張も必要だな。ちょっと一回倉庫から出してこな。うち無理だから一回上限引き上げようか。その方が楽だわ。あ、楽っつってもまあ次、あーでもまあって感じか。これが今しかもちょっとお得にはなってないのか。何もお得になってなかったのこれは。するのねえからいいや。いっちゃい。細かいことは気にしない主義なんだ。いってらっしゃい。これでむしろもう注げなくなったな。やったぜ。グレードアップだ。始めてくれ。別にジュエルは使わない。これでいっか。とりあえずパンパンっていう状況はなくなるから、むしろ一回倉庫から出さなければよい。ってことでいいんじゃないでしょうか。さあ行くぜ、ラスト頼むぜ。ここで引けないと俺のモチベーションは上がらないんだ。このままだと俺これをずっと待っていたんだ。この日をずっと待ってたんで、シェルハーが来て、デスが来て、みたいな感じで、サルフィンいつやねんっていう感じだったんで、間にコラボが入った気がして、待ちに待った。とはいえ、でも課金までするかというと、いやー悩む。でも超課金だからな、180円かーって感じだよね。とりあえず行くぜ、ラスト。あ、ラストじゃない、まだ1連はあるんだけど。いや、言ってたよね。頼むぞ、行くぞ。あとまた、あーまあいっか、よくね、よくないだろ、11円回引いたらさ、溢れるな。まあそんなことは気にしない、いけ
いるのか、いるのか、頼む、いてくれ。あれ、あれ、いねえ。いねえ。わだぁ。おぉ、わだぁ。一応、肯定は引けたわ。格闘家やん。格闘家の方でフラグ立ってたー。これダイナマイトだったら、もうなんか、なんも言えねえよ、俺。マジ、ダイナマイトやったら、お前ほんまにって感じになるけど。お前、ダイナマイトちゃん？カールだったわ。カールもよく来るわな。あー、引けなかったー。あーまあ。だよね、やっぱ上限超えちゃうんだよね。っていう、結局そうやんって話やんか。何のための願掛けやったんやって話やんか。アホや。ワイはアホやってんって。でも言うて、あー、そうだな。施設強化はまだできる、こっちこっちでやりゃよかったやんね。アホやな。中途半端は良くないってことか。いや、やっぱ本来はこんなもんだな。ビューネーとか一発目に出てたからさ、弾けるもんかと思ってたけど、そうそう弾けないんだね、本来はね。はぁ、あ。テレース、ギュスタフ、ユリア、ハミルトン、ジニー、ジェラール、ハミルトン、どんだけハミルトンね。まあ、ハミルトンお世話になってるよ。アダミちゃん。あ、でもやっぱ選手だと結構上がるな。まだ全然上がるやん。リュート、エイリー。上がりますね。バリ上がるやないですか。いってらっしゃい。まあ、あとは本当に1回ずつで弾く。1回で弾くって結構むずくないか。なんかやっぱ連チャンだからこそ弾けるみたいなのもあるやないですか。いやー、まあでも弾けないか。これで全部弾けるんじゃん、これ。これで多分残りはなくなるでしょう。あー、1個余った。そうか、まあ今10しか使ってない。あ、でもサイレンスで、王だからいいや。王は使わないからな。いやー、くそー。弾けないかー。てか、覚醒までちょっと考えてたなんて甘いわな。覚醒なんか全然いけないじゃないですか。1枚弾けるかどうかっていうレベルやったな。レオン、ライザ。メイレン、アイシャ、ウンディーネ、ケルート、メイレン、なんだっけメイレンもんね、妖怪ダブルな、ソラ、アダミちゃん、ダニーちゃん、いってらっしゃい。あ、うっ、痛い、うお、刺さった、痛い。ヘッドセットがちょっとねコード踏んで耳にえぐる。さてと、まあ、とりあえず一応出すだけ出しておこうか。これでさあ、これでスッキリしたね、いろいろと。うん、てか王も随分増えたな、おかげさまで。これで多分舞台はいろいろ組めるんじゃないかな。まあ、舞台編成とかちょっとやってみようかな。というわけで、行きますぜ。さあ、頼む。ほんま、課金。でもな、言うてよな、軽いんだからな、課金してもええわ、全然とか思うんだけど。あ、よく考えたら、そうか、これ弾けるから、これ早まったんじゃないか ?400 いくつで払ったけどさ、ねえ、チャンスあったやんな。この 1枚掛けっていう発想がそもそもなかったんですよ。まあ、そもそもやんけど。いやー、無理だべ、これ。無理よ。こんなんじゃ俺、スケルトしないもん。なんかもう、あ、レッドが、あ、ダメだ。お、おう、俺この3ね。いやー、あー、でもここで引いてこそじゃないの？チャンスあるよね、言うて。頼む、いてくれ、いるだけでもいいから。おー、来た頼む、いてやー、うわ、負けてられないじゃない、負けてくれよ、頼む、そこは譲ってくれ。そう、こうやっているだけでもね、テンション違うよね。まだある。いやー、来てるよ、流れ来てるよ。あるよ、あ、ないねー。さっきのだからあれだよね、4% ねー。うん、4% か。叫びを取ってきたよ、プリンちゃん。あ、ま
知らへんけどね。サガフロ2はちょっとね、残念ながらやってないんでね。頼むー、頼むー。ここの抽選むずいわー。誰が来てもだからな、言うてもな。リッチ、そういう意味のリッチじゃねえよってね。まだかといって死にが、これラストやないですか。頼む、頼むでー。課金にしよっかなー。課金にしよっかなー。でもなー、一面は引けてないからなー。覚醒するために課金するとかっていう発想はあったんだけどな。終わった、リアル終わった。クラウン購入しますか。しよっかなー。これは俺課金してもいいと思うんだよな。これさ、DMM のあれか。なるほどね。まあ一回とりあえず、一回ここにしようか。はい、というわけで、引けませんでしたという結果でした。お疲れ様でした。ちょっと課金するかは考えます。今日一日。グッバイです。